エデンは勝利し、アリアは奪われた。甲賀は今、血を這うペガサス。敗北をかみしめるユナと、砕けた心を抱えて自分を見失う甲賀。ユナは甲賀を連れ歩み始める。甲賀はその翼に風を受け、再び羽ばたくことができるか。次回、セイントセイヤオメガ、飛べないペガサス、喪失からの旅立ち。君はコスモを感じたことがあるか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。